今日の御言葉、マルコの福音書6章14節から16節。さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネが蘇ったのだ。イエスが誰かということについて、今も昔もさほど意見は変わっていません。ある人はイエスキリストをバプテスマのヨハネだと言います。そしてまたある人はエリアだと言います。そしてある人は預言者だと言います。またイエス様を全く信じていない人は神ではない、ただのペテン師だとも言います。イエス様に対する見解は本当に様々です。そんな中で私たちキリスト者は何を信じますか？私たちが信じるのはイエスキリストは神の一人子だということ。イエスキリストは神そのものだということです。私たちはイエスキリストが神様であると信じています。イエスキリストは私たちの罪のために死なれ、私たちの罪を許す権威をお持ちであり、いつの日か私たちを蘇らせることができる、そのようなお方であると信じています。世の中の声に流されてはいけません。惑わされてもいけません。もし今イエス・キリストを救い主だと神だと信じていない人がいらっしゃるんだったら、今この時に信じましょう。もし今この時にイエス様が再びやって来られたら、イエス様を信じていない人は地獄に行くことになります。地獄に行ってから後悔しないように、地獄に行く前に決断をしましょう。イエスを信じれば、いつイエス様が再びやって来られても、私たちは永遠の天国が保証されます。あなたは地獄と天国どちらに行きたいですか？地獄に行きたい人はいないはずです。今のうちにイエス様を信じて天国に行きましょう。今日も私たちはイエス様が救い主であり、神様であることを信じます。私たちには永遠の天国が用意されています。オールフォー、ジーサー。